どうも皆さん、こんにちは。プロチャンネルです。今回はこちら。iPhone のケースとマウスを今回ダイソーで入手しました。今回はこちらを紹介していきます。で、今回はケースではなく、このマウスの方を紹介していきたいと思います。はい。こちらパッケージはこんな感じですね。全体を見ますとこんな感じです。はい。裏面を見ていきましょう。こんな感じです。でですね、ここに書いてある通りですね、ブルー LED がマウスの透明窓から光りますと書いてあります。光るマウスとなっています。かといってゲーミングマウスと言われるとそうではないのかなと思います。で、パッケージの上部にはネズミがこのように、載ってますね。それではこちらを早速開封をしていきましょう。はい、出てきました。この袋を取っていきましょう。こんな感じですね。で、今持った感想なんですけど、結構正直作りが正直というふうには思いますね。ちょっとなんかプラスチックのような感じにはなっています。はい、全体的に見回してみるとこんな感じですね。はい、はい、このホイールを回した時はこんな感じで若干なんて言うんでしょうね、カチッというような感じの音が鳴っています。ではこちらを早速 PC の方に接続をしていきたいと思います。はい、接続してみました。こんな感じの光具合ですね。ちょっと動かしたらなんか光のこの明るさがなんか変わるような感じですけれども、こんな感じですね。ゲーミングマウスとまでは言わないけど光るマウスを今回紹介してみました。こんな感じですね。でですね、以前にもこの100均ではですね、このワイヤレスマウスを購入したことがあるんですが、それと比較するとこんな感じです。サイズはほとんど同じぐらいですね。で、どちらとも左右対称のマウスとなっています。左利きの人でも右利きの人でも使用できるといったマウスになっています。このワイヤレスの方のマウスはもちろん光りません。こんな感じです。クリック感は少し違いますね。やはり今回のマウスはホイールを回した時になんかカチッというような感じの音が鳴っています。はい、こんな感じでした。ということで今回は100均で今回入手したこのマウスを紹介してみました。どうだったでしょうか。やはりですね、こういったゲーミングマウスと比べるとやはり大きな差があるなというふうには思うんですけど、この光るマウスを今回入手してみました。いかがでしたでしょうか。こんな感じですね。はい、ということで今回の動画は以上です。